ささがきごぼうのかき揚げを作ります。ごぼう、宇田の金ごぼう、ささがきごぼうにしてお蕎麦の、かき揚げするの。なんか色白になっていくわ。汚れを取るだけ。そう、皮と身との間が美味しい身と栄養がたくさんあるっていうもんね。いいよ、ごぼうの。ゴリゴリ切り込み入れとくと、ささがきやすい。細かくささがけるように切り込み入れました。そしたらこんなになるでしょ。こんな細かくなるんでね、そうすると食べやすいでしょ、ね、サクサクにできるんじゃない、天ぷらだったら。そうそう、きんぴらごぼうするときもそうやね、すごい。これ人参は別にさらしとかんで、そのまま切ったままでいいと思う。よいしょ、ちっちゃいの。ああ、そうか、水に入れることいらないから。そうな、こっちも高いな。大きいね。どうだろう、ささら、人参の方が難しそうよな、なんか柔らかいからちゃう、あーそっか、ブツブツ。さっきの住職の回し方と左右が逆か。だからこの子も切って、はい、最後。おーすごい色やね、だから そこにお水を入れてもう一回、それ言い過ぎならここへかけたら、でも綺麗なささがき、綺麗、白、白、綺麗よ、つまみ食い。生のごぼうはあんまりしないね。生じゃない。揚げたごぼうのつまみ、揚げたてね、揚げたて食べたい。ちょっと濃いめが、ちょっと混ぜてみるね、あんまり多すぎるとね、ごぼう立たなきゃならなくなる、本当や。美味しそう、絶対美味しいと思いますよ。いい感じ、いい感じ。増やしたら、これ粉も増やせばいいじゃん。つまみ食いわかんないじゃん。可愛いの2つにしよう。大きいのを1つ入れる。触ってね、ちょいと硬いぐらい。今片面揚げたから、あともう片面。